おはよう。ちょうどお昼を回ったところ。誰よりも一番頑張ってくれたんだもの。思う存分寝てていいんだよ。思う存分寝てていい、なんて素敵な言葉。おにぎりとサンドイッチ買ってきましたから、好きなの食べてくださいね。もう緊張してきた。みんな見てくれるでしょうか。そりゃ見てはくれるでしょう。問題はその後の反応よ。ドキドキ。大丈夫だよ、だってあんなに素敵な PV なんだもん。みんなだっていいと思ったでしょ。そうですね、きっと見てくれた人に私たちの思いは伝わるはずです。うん、私もそう思う。反響はどうする？今アップしたばかりなんだから、もうちょっと待とうよ。うん、緊張してきた。緊張を紛らわすために私もおにぎり食べていい？大丈夫だって信じてはいるけど、それでも緊張するものね。ライブの前より緊張するかも。みんなだらしないな。なるようにしかならないって。分かっていてもやっぱりね。コメントがついた。ん？何これ、すごい勢いで増えてく。ああ表示が追い切れないにゃ。なんて書いてあるの？当選の結果ね。すごい、まだまだ増えていく。止まる気配がないわ。ねえ、メールもどんどん届いてるみたいよ。他にも参加したいっていうスクールアイドルからどんどんメールが届いてるわ。これって最高の結果なんじゃない？最高も最高だよ。これならいける。絶対このイベントは成功する。私たちの夢が形になっていくのを感じますわ。うん、そして叶えるんだよ。ここから聞いて、今朝教室に入った途端クラスメイトから話しかけられたの。面白そうなイベントだねって。私とエマは昨日寮に帰ってからそのことばっかり聞かれたわ。うん、絶対行かなきゃとか応援してるねとかいろいろ言われたよね。曲もいいって言ってました。アクアのリコさんの曲だよって言ったら、さすがだって。映像も褒められましたよ。みんな頑張ってるんだねって。繰り返し何度も見ちゃうって言われたから、どうもどうもって言っといた。お手伝いしたいって言ってた。あ、それ私も言われた。お手伝いは必要でしょって。ああ、本当にスクールアイドル愛が日本中に広がっていってるのを感じます。ここ
こまで大きなことになったら、あの三船しおり子だってもうやめろなんて言いませんよね。っていうか言わせないわよ。おお、かりんちゃんが強気だ。どうして皆さん分かってくれないんでしょうか。絶対に私の提示したプランに従った方が成功できるし、将来の役に立つというのに。無駄だと分かっていてもそれをやりたいだなんて、私には理解できません。適性のない夢を追いかけ続けていたら必ず現実に打ちのめされます。夢は叶うものではなく、冷めて現実に連れ戻されるものだから。私はそれを知っているから。だから私は皆さんに幸せな現実を見つけてほしいんです。それなのに。